久保さん、今回のフェラーリの話、めっちゃよかったっすね。<laughs> まあ前、前もちょこちょこ言ってたかもしれないですけど、今回はバシッとなんか決まってる感じで、分かりやすかったんじゃないですかみんな聞いてても。で、まあ今回は、自分の一番を貫く、ぶち抜く力にしましょう。自分の一番をぶち抜く力にしましょう。あのー、 なんだ。みんな、その、他人の、他人が用意したフィールドな、他人の、他人というか、みんながこうだから、まあ、例え話言うならば、久保さんも気づいたんですけども、あの、東京じゃないと。東京のタワーマンじゃないっていうね。んか多分どっかで気づいたと思うんですよ。ね。 フェラーリじゃないっていう。俺は、俺は、俺はキットだみたいなね。俺はフェラーリじゃないな、キットだみたいな。久保さんの中の一番はフェラーリじゃなく、キットだった。でも、フェラーリと思い込んでた。っていう部分もあるだろうしあ、あヒルズだみたいなねな。あったと思いますよ。影響を受けるんで、人間って。うん。だけど、僕が行き着いた個体的なものっていうのが、自分の一番ですね。自分の一番をぶち抜くっていう。 で、この自分の一番をぶち抜くって何かっていうと、他人がどうこうじゃないんですよ。うん。今僕、再生リストでまとめてる個別動画ですね。もう今な、何本いった今ね、ちょっと夜な夜なずっとやってるんですよ、久保さん。<laughs> あの、クリック作業。大変ですね、これね。今何本いってんだ、これ。今、まとめ上げて、今、2700本いきました、久保さん。 2,700本の動画を一つにまとめてます <laughs>。で、まだまだあるんで、まあ、3,000本は絶対超えますね、これね。う多分まあまあ、ぶち抜いてると思いますよ。多分ね、この動画見てる人の中で、個別動画3,000本を一つの再生リストにまとめるっていうことはできないと思います <laughs>。うん。だから、僕の中で一番です。まあほ、まあ、他者と比べても一番かもしれないですけど、でもこのやり方っていうのは、 なんだろうな、自分の中でなんですよね。だから、周りの一番って、100万再生とかね、チャンネル登録者数何十万何百万が一番とされてるわけじゃないですか。だけど、僕の場合は、個別動画一番なんですよ。でも、これは自分の中の一番なんですね。うん。で、これで、だから、なんだろうな、自分の一番をぶち抜くと、 うんたとえ市場で2番3番だったとしても、たとえ市場で5番だったとしても、まあ、自由な暮らしはできるよっていうのをお伝えしたいなっていう <laughs>。別に年収ね、ラファエルさん年収5億かな別に年収5億なくても自由な生活はできるよっていう <laughs> 話ですね。まあなんか毎日キャバクラ行きたいとかね。なんか毎日なんか高級料理食いたいとかだったらね、料亭行って食いたいとかだったらちょっと必要かもしれないですけど。 あんま興味ないので。<laughs> 贅沢というか、なんかそ、そこにあんま興味ないですね。まあその、GT-R は贅沢なのかって言われたら、そんなのわかんないですけど、でも別に、車に興味ない人からすると、ただの、旧車ですからね。ただの旧車 <laughs>。13年前の <laughs>。ん何年前だ ?15、6年、ね、平成13年なんですよね、あれ。何年前なんだ ?17。 多分18年前ぐらいですかね。そう。18年か19年前の車ですよ。もはや。じゃ、きっと何年前の車やねんって話じゃないですか <laughs>。そう。うん。だから、まあ、あの、自分の一番を作って、あの、それをぶち抜ければ、まあ、その自由な生活っていうのは、できるんじゃないかなと思います。てか、できますね。うん。まあ、その自分の一番っていうのが、 まあそのビジネスで言うならば、お客さんとの関係だったりとか、信頼をどう作っていくのかがベースとしてあるわけですから、じゃあこれをどう作るのかなんですよ。だから手紙でもいいんですよ、別に。最初僕手紙もやってましたよね。手紙も書くっていうこともやってたんですけど、字下手なんでお金もかかるし。だから今、そう、個別動画まとめてるんですけど、2700本今まとめてるんですけどそ、その最初の1本目が手紙書いてる動画です。 手紙,手紙書いてるんですよ。手紙書いてる動画ですね。そう。だから何だろうな。じゃあ、絶対売れるとは限らないですよ、商品が。商品が絶対売れるとは限らないですけど、手紙をもらった、手紙を送られてきた、もしくは送られてこない、どっちの方が人の感情は動くのかっていう、人は感情の生き物なんで、どっちの方が動きますかっていう。 今このご時世にね、今このデジタルご時世に手書きの手紙が届いたらどうですかっていう話で、何かちょっと人間味感じますよね。うん。デジタル、だからそれこれもなんかね、あの、大衆の逆をいくっていう発想の一つにもあるんですよ。デジタル社会の中でアナログ入れていくっていう。だからデジタルとアナログを融合 すればいいんじゃないですかね <laughs>。うん。まあ別にアナログで行くところは行って、デジタルのところはデジタルみたいな、使い分けも必要だと思いますけどね。うん。はい。いろいろと申し上げましたけど、うん。自分の中で一番がいいんじゃないかなと。そうそうそう。今目の前にね、ちょっと絵,が絵頭さん、絵頭2時50分さんがちょっと、カレンダーあるんですけど、カレンダーみたいな。毎日映画みたいなカレンダーじゃねえか。 江頭さんの名言でちょっと最後終わらせましょう。僕、この江頭さんの名言好きなんで。あの、なんだ。レギュラーより、レギュラーよりワンクールの伝説っていう <laughs> な。レギュラーよりワンクールの伝説だったかな。これ、江頭ちゃんが言ったのかな。まあなな、なんかあるんですよ。ワンクール、レギュラー、レギュレギュラーよりワンクーワンクール、ワンクール、 ルーの伝説もうこんな感じの名言だと思うさ。あ、ワンあ、すみません。ワンクールのレギュラーより1回の伝説。これですね。ワンクールのレギュラーよりも1回の伝説。うん。僕、これ好きなんですよね。そう。ワンクールのレギュラーよりも1回の伝説。これ僕好きだな。うん。な、これは、でも一般的には多分、レギュラーの方がいいってされてるわけじゃないですか。レギュラー番組持ってる。 看板番組持ってるみたいなのがいいとされてるわけですよね。うんだけど、まあ、江頭さんもずっと飯食い、あの芸風でずっと飯食ってるわけじゃないですか。すごないですかだって芸人の人であんだけ何十年も飯食ってるのって、すごないですか今 YouTube でまあ結構チャンネル200万人ぐらいいると思いますけど <laughs>、すごないですかうーん。 すごいことですよ。だって、変わんないですよ。黒タイツでね <laughs>。黒タイツで、やってることあんま変わんないわけじゃないですか。あれで何十年も飯食うってマジ異常、異次元ですよね。だって、普通の芸人さんとかね、例えば、まあ、コントとかだったら、その、漫才を磨かないといけないじゃないですか。じゃあ、江頭さん漫才あんのかとかね、コントの力あんのかってないですよね、多分ね。 だけどずっと飯食えてますよ、ね、うん今ユーチューバーとしてね活躍されてますけれども YouTube でもね活躍されてますけどうんそう自分の中の一番を貫いた結果江頭さんはずっとあ,あの芸風で黒タイツ1本でね <laughs> 黒タイツ1本で飯食ってますからねすごないですかこれ本当にうん はたから見たらただのバカですからね。まあ僕もバカなんですけど、だからバカだからバカな人好きなんですけど <laughs>。うん。はい。いろいろあのな話しましたけど、ワンクールのレギュラーより1回の伝説。これでいきましょう。いってらっしゃい。